杉哲はバイオリンとピアノによる日本の音楽デュオ。クラシックの曲にアニメやドラマの主題歌、鉄道などを絶妙に融合させた冗談音楽をレパートリーとする二人組である。両人が最初に会った時はただの音楽家同士であったが何度も会ううちにクラシック音楽のパロディーイコール冗談音楽好き同士であることが発覚。2004年に テレビ東京のバラエティ番組、たけしの誰でも、ピカソ出演を機に、スギちゃん鉄平のグループ名で結成された。偉大なる作曲家ながら冗談音楽の元祖とも言われる、ボルフガングアマデウス・モーツァルトの意志を勝手に受け継ぎ、クラシックを遊ぶ音楽実験室をコンセプトに活動を続けている。鉄道に関する音を取り入れた、鉄道音楽、クラシック音楽と、 ドラマや時代劇、コマーシャルソングを融合させている。2012年4月からグループ名を、杉鉄に改名。f m ファイ5杉鉄のグランドナックレールロード、NHKE テレ、音楽ブラボーにレギュラー出演中。テレビラジオ第56回日本レコード、大正企画賞受賞、東海道新幹線開業50周年。リニア、鉄道館で記念イベントを開催、愛知。 ヤフーニュース。2021年9月23日閲覧。中京テレビブリジストンレディスオープン。中京テレビブリジストンレディスオープン。2021年9月23日閲覧。JR 四国、海洋道ホビートレイン、カッパウェウヨ号完成記念ツアーを実施。マイナビニュース。2021年9月23日閲覧。ありがとうございます。